最近のムーの付録漫画に出てくる狐の面をつけたヤタガラスというのは存在するのですか？いるとすれば彼は飛鳥先生にどんな情報をもたらしているのでしょうか？あの野郎邪魔するんだっけ。いやいや、あ、いやいや。なんか聞こえました、ね、ヤタガラスもたくさんいますからね。やつはそれほど上の方じゃないんですが、ただやっぱり役割がいろいろありましてね。いや、試すものでしょうね。試す、あえて言えばね。うん、狐顔なのでいわゆるコンコンさんにしてありますが、あまり俺の好きなタイプじゃないですね。そうなんですか。いろいろいます。まあ、だけど漫画では割とね、なんか一部ファンがいるみたいで。じゃあこの方もきっと、かもわかんないね。一番最後にね、メールなんかで出して、コーンって言って笑っちゃいますけどね。なんか彼にファンができるかもしれませんね。まあ、だから僕の漫画って必ずそれに対象している存在がいるということですね。全くの架空ではありません。はい、そうです、はいはい、現時点ではそこまで。ああ、桑原もうしょっちゅう出てこられて偉いことです。はい、続きましては、飛鳥さんによると将来出てくるであろう2人の預言者のうち1人は日本人らしいとのことですが、彼は何者で今現在何をしているのでしょうか？あまり言うと狙われちゃうから言えないんだけど、ただイスラエルといってもね、いろいろあって、まあ大きく言うとスファラディとアスケナジーというのと2つあるんですね。アスケナジーというのは要は白人系ユダヤ人、多くはユダヤ教に改宗した白人種です。で、スファラディっていうのはセム系に属するユダヤ人で、基本的には黒い瞳と黒い目を持っている。で、一番その中核はモンゴロイドなんですが、我々日本人の DNA を調査した結果、もうすでにこれはニュートンでも発表されてるのかな、もう僕も見ました、中近東になってます。我々の日本人はもともと出どころは中東であるってことはもうはっきり DNA の、 地図ではっきり分かってるんですね。はい、実はヤハウェ、ヤマトというとヘブライ語のヤハウェの民っていう言葉ですから、まあぶっちゃけたこと言うと我々は、まあ、はっきり言って、スファラディのトップワンに属するものですね、はい、遺伝子的には。で、何を言ってるかというと、そうとは言っても白人系のユダヤ人の人たちはどういうこと